今日は早いとこ寝ますんで、すいません、こんなもんで勘弁してください。いやベッドは結構広めだね。部屋は狭いけど、オッケーオッケー。テレビ、冷蔵庫、スイッチ入ってない。外は、うわ、結構な。裏通りですな。最近どこでも空気清浄機あるね。そしてイバスルー、おい、はい、こんばんは。日光への旅、宇都宮の夜、宇都宮ホテルサンシャインさんで一泊。もうちょっと早い時間にね到着してたら、餃子でも食べに行こうかなとか思ってたんですけど、もうなんか外ちょっと怖いので、お部屋で飲みます。久しぶり、コンビニで買ってきたやつ、お母さん食堂。何お母さん食堂って。肉だらけ、肉くせえ、ベーコンかしら、ベーコン、うまいっちゃうまい。そして飲み物は栃木、黒ラベルなんですけどね、栃木限定なのかしら、そうでもないよね、わからん。あ、中身が栃木水で作ってるとか知らんけど、あ、うめえ。丸いやつ、ウンゼハム、ちげえわ、めっちゃうまい。明日はね、日光東照宮行くんで、あんまり夜更かしすると辛そうなので、ほどほどに食べてやめますけどね。このサンシャインホテルさんね、ホテルサンシャインさんね、駅前もうすぐ宇都宮の駅に近くてね、意外といいですよ、便利だよ。だけど夜ちょっと怖い。お姉さんがいたりするし、まあそんな感じで今日は早いとこ寝ますんで、すいません、こんなもんで勘弁してください。じゃあおやすみなさい。